はい、どうも、コバソロです。毎週毎週お届けさせていただいております。カバー&オリジナルアルバム続報となります。いよいよね、9月に突入したということでね、本日はカバーアルバムの全貌についてお知らせさせていただきたいと思います。あとね、つい先日まで私、台湾の方に遠征しに行っておりました。そこでね、竹内美優さんと一緒に台湾のフェスの方を出させていただいたんですけども、台湾の皆さん本当にありがとうございました。そして、その台湾のフェスでもご一緒させていただいた、竹内美優さんとの、コラボで、カバー曲で、3月9日、フィーチャリング竹内美優のですね、楽曲が、KKBOX にて今独占配信中でございます。ぜひ皆様チェックしてみてください。そしてですね、ようやくカバーアルバムの方のですね、音源が、全て完成しました。はい、マスタリングまで終わりました。いやーね、何かとね、僕の場合ね、結構やらせていただける部分がね、今回すごく多かったのでね、ようやくといった感じでございます。今日はそのカバーアルバム収録曲などについても、触れていきたいと思います。これまでね、カバーアルバムコレクションの方にですね、参加していただくアーティストの方々を、毎週毎週、紹介、毎週毎週じゃないな、週ごとに、紹介させていただいてたんですけども、どんな楽曲がね収録されるかについてはですね、触れてきておりませんでした。今日はですね、参加アーティストの方の発表順にですね、その楽曲の方を紹介させていただきたいと思います。まずはるちゃさん、はい、はるちゃさんとコラボした楽曲の中でもね、今回アルバムに収録させていただくのはですね、まずひまわりの約束、はい、畑基博さんの楽曲ですね、はい、そしてスパークル、ラッドウィンプさんの曲になります。はい、こちらの2曲をはるちゃさんと、コラボした曲の中から、収録させていただきます。こちらの方はですね、ミュージックビデオの方が、僕の YouTube チャンネルにも流れております。 CD の中に収録されるやつはね、リミックスというか、新たにちょこちょこ収録し直したりとかですね、ミックスの方をもっとブラッシュアップさせてみたりとかですね、またね、さらにこだわった、作品となっておりますので、ぜひぜひカバーアルバムの方も期待していてください。そして、続きましてミコさん、はい、ミコさんからはですね、光のアトリエ、はい、ミスターチルドレンさんの楽曲ですね、はい、そしてこちら、僕のチャンネルでは未発表の曲になります。カナブーンさんのシルエットをミコさんとやらせていただきました。はい、この楽曲はですね、今回のアルバムの中でもちょっと異質と言いますか、だいぶロックロックしております。ぜひぜひ期待していてください。そして続きまして、竹内美優さん、竹内さんとはね、このカバーアルバムで初めてご視聴させていただいたんですけども、多分ね、皆さん何の楽曲をやるか、想像つかなかったんじゃないかと思うんですが、まあ1曲は、3月9日レミオロメンさんの楽曲になります。つい先日先行で KKBOX の方で、先行配信させていただきました。それともう1曲、君に届け、フランプールさんの楽曲ですね、はい、そちらの2曲の方収録させていただきます。そして続きまして、あかねさん、あかねさんとはですね、チャンネルでも結構たくさん楽曲一緒にさせていただいてるんですけども、今回はその中からですね、スキマスイッチさんの奏でと、あと中島みゆきさんの糸の方を収録させていただきたいと思います。こちらもですね、再録であったりとか、再リミックスであったりとか、リマスタリング、していますのでね、またミュージックビデオ公開されてるんですけども、そちらとはまたさらにブラッシュアップされたされてるはず、さらにね、ブラッシュアップした、作品となっておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。そして最後にエミーさん、エミーさんはですね、先日ちょこっとだけ公開させていただきました、リトルグリーモンスターさんの、好きだとですね、もちろんフルバージョンですよ、はい、それと、高橋優さんの、明日はきっといい日になるをコラボさせていただきました。そちらの2曲を収録させていただきたいと思います。ぜひこちらもご期待ください。そしてですね、カバーアルバムコレクションの初回版にはですね、なんと DVD がついてきます。こちらにはですね、ミュージックビデオが複数曲、収録されておりまして、そのミュージックビデオは、ひまわりの約束、そして光のアトリエ、好きだ、で奏で、そして3月9日となります。
はい、5人のアーティストの方ね、それぞれ1曲ずつ、収録されております。またですね、通常版の方にはですねボーナストラックがついてきます。はい、CD かけっぱなしにしてたらなんか後に空白があって、この気づいたらまた別のやつが流れてくるみたいなね、ボーナストラックです。こちらはですね、5人のコラボしてくれたアーティストの方々とですね、私コバソロの1対1のトークを収録しております。まあ皆さんきっと基本的に見てくださってるのはですね、その5人のアーティストの方々それぞれ歌ってる姿だけだと思うんですよ。そんなね、それぞれの方々が、どんな風に喋ってどんなことを話すのかね、ぜひぜひ気になる方は通常版の方こちらもお聞きください。そこら辺もろもろ詳細も含めてですね、カバーアルバムコレクションの特設サイトの方で、載っておりますので、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。リンクの方概要欄の方に貼っておきますので、チェックしてみてください。そして、今まで発表させていただいたね、インストアライブであったりとか、もろもろなんか細かな情報とか特典とかですね、またそちらの方も、特設サイトの方にまとめてありますので、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。コバソロでした。またね。